本には地球10周分40万キロメートルもの水路網が整備され農業を支えています。この動画では二酸化炭素排出量を削減できる技術の一つである農業用水路から熱を取り出して利用する技術を紹介します。熱を利用する方法の一つとしてヒートポンプがあります。ヒートポンプは熱を汲み上げる仕組みであり、エアコンや冷蔵庫などで使われ、私たちの生活には欠かせません。エアコンは外の空気の熱を室外機から取り入れ、室内を暖房したり冷房します。エアコンのような空気を熱源としたヒートポンプは、施設園芸ハウスでも重油ボイラーなどの加温器の代わりに導入されています。近年では地中熱を利用したヒートポンプの普及も進んでいます。地中熱ヒートポンプでは、エアコンの室外機に相当する熱交換器を地中に埋設し、地中から熱を取り出し利用する技術です。地中に設置された熱交換器の中を熱媒が流れ、施設内の空気が温まります。農研機構では、これまで地中に埋めていた熱交換器を農村で身近に利用できる水路に設置することで、流水から熱を取り出すことにしました。加温器から排出される二酸化炭素の削減、再生可能エネルギーの利用を目指して、民間企業と共同研究を行いました。暖房運転を例に、流水から熱を取り出す仕組みを説明します。水路の水温が22度の時、水温より低い10度の熱媒を熱交換器に流します。すると水路の水で熱媒が温められ18度になります。この取り出した8度分の熱を利用してハウスを暖房します。チート状熱交換器は、長さ 3.8 メートル、高さ 0.3 メートル、耐久性に優れた硬質ポリエチレン製です。ヒート状熱交換器を水路の側壁に沿わせて設置し、ヒートポンプとつなぎます。水路の中には枯葉や枝、ペットボトルやビニール袋などの生活ごみが流れてくることもあるため、熱交換器の表面に金網を据え付け保護します。また熱交換器と水路側壁の間にゴミが流れ込まないように、上流側には遮断板も設置しました。水路の流れに対して逆方向に熱媒を流し、水路から再熱します。実験では流速、熱交換器表面の保護方法、遮断板の有無など条件を変化させ、熱の取り出しやすさを表す熱交換特性を評価しました。このグラフでは流速と熱交換特性の関係性を示しています。水路内の流速が速くなるにつれて熱交換特性は高まります。次に、このグラフは熱源ごとによる熱交換器の熱交換特性を示したものです。流水中から熱を取り出すと、地中に比べおよそ15倍、静水中に比べおよそ 2.5 倍熱交換特性は高くなります。流水中は熱を取り出しやすい場所といえます。実際の農業用水路では、流速が毎秒 0.4 メートル以上になるように設計されていることから、大きな熱交換特性を得ることができます。水路の熱を利用するため、栃木県において実証実験を行っています。水路内に熱交換器を設置して、水路からの熱の取り出しやすさや、長期間水路内に設置することで生じる問題点や、その対策について検証しています。水路の熱を蘭や菊などの花、トマト、イチゴなどの農業用ビニールハウスの冷暖房に使用することで、より高品質な農作物を生産できるとともに、
ひいては再生可能エネルギーの有効活用により化石燃料の消費を減らし温室効果ガス削減に貢献できます。流水熱は農村地域で眠っている利用されていないエネルギーです。こうしたエネルギーの利活用が活発になるように今後も研究を進めていきます。